オリンピックを戦ったトゥーリオと田中達也がこの日帰国。前半は3対2の接戦。しかし後半、一つのスーパープレーをきっかけにゲームの流れが大きく変わった。このところずっと点取れなくて、逆に失点に絡んだりとかそういうプレーしかできなかったんで、本当今日は点取りたかったんですごい嬉しかったです。ハットトリックです。そうですね、初めて J リーグ入ってハットトリックですけど、でもみんなが取らせてくれた点だと思うんで、本当みんなに感謝したいです。まだセカンドステージ始まったばっかりなんですけど、これからも、チームファーストステージよりもいい成績目指して頑張っていくんで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。